はいどうも、天野でございます、今回のアップデート後ですね、こういう風に、貯めたゲーム内の追加プラス、リアルマネーを使ってね、新しいアイテムを購入できるようになりました。で、早速新しい新キラークラウンをですね、ちょっとおめかししていこうかなと思っておりますけどね、僕がどうしようかな。僕この服がすごい気に入りました。なんかサーカスの団長っぽい服なんですけども、よりピエロ感を出してる、この、ね、しかもこのお腹のたっぷりてっぷり感が出てる、これちょっと購入しますこの服がいいな。はい、この服をちょっと解放してね、次のゲームで使ってみたいと思っております。はい、今回持っていきますパーク、こちらの4種でございます。左から腹痛、DS 対策ですね、よろめきから復活するスピードが速くなります。左から2番目まやかし、窓を越えるスピードが上がり、そしてその窓を16秒間封鎖します。間隔心音が、見つけてない場合は狭くなる、見つけたら広くなるというね、パークノーマンエスケープ、通電後一撃で倒せるようになります。あー、いいですね、メタボ感が出てますね、メタボピエロですねいや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 、お腹が出てるよ、カロリー消費しないとな。ということでやっていきましょう。こちら、あ、新マップですね。何やらその精神病院ナースのマップとよく似ていますが、新マップでございます。今近くいたよな。いたいたいた、やはりこんばんは。よしよしよし、この毒、おっ、よし、毒の中に入ると、スピードダウン、心音が聞こえない、そういう症状が現れてサバイバーを苦しめます。ほい、ちょっと先行ったか。こういう風に行動を限定することができます。さすがに毒斬りにね、突っ込んでいきたかないよね。おいしょ、よいしょ。で、このようにハントレスはロッカーで斧を補充しますが、クラウンは、左のコントロールキーを押すと、DS だね、 DS でも腹痛があるから早く復活できる。差を開けられずに済む。今の当たらなかったか。そうかそうか。はい、今窓を越えることによって封鎖されました。16秒間あの窓は使えません。ぐるぐる使用にもできません。ほら、あれ、手前の、そうか、そういうことか。そうだね、ここ封鎖されてますからね。そうね、どうでしょうか。今ちょっとまやかしの効果が見えたんではないでしょうか。あのまやかしの効果がなければ今窓から逃げられてるところですね。ああいう窓がある強ポジでぐるぐるできなくするのがこのまやかし、クラウンの固有パークの能力でございます。窓枠ふさぎのこのパーク、非常にこういったぐる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 されるところの攻防が非常に強くなります。おし、これでかい。さあ、その間に助けに行くでしょう。はい、そうですね、大抵そうです。ゆえによいしょ、さあ傷ついてる方をかけるぞ。あ、ここサーカスエリアですね。いやー、やはりこのピエロ独特のマップ、っていう感じがします。お、よいしょ、巻いてスピードダウンからの、
ね。調子いいね。あ、音が鳴っている。潰しておこう。お、助けたか。さあどっちに逃げる。前方の方には痕跡はない。おそらく、あ、右だな。はい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 。うん、ああすれば板の方には行きづらくなるね。やはり行動を限定する意味でこの毒斬り、そういう使い方もできます。よいしょ。はい、いいね。いけません、こっちは。はい、いい感じだ、うん、よーし。まず一人葬ろう。ん？わあ、ちょっと遠いな。うわ、ミスった。やばい、これギリギリじゃねえかな。やばい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 。よいしょ。ああ、復旧されかかってる。危ない危ない。よいしょ。はい、まあ、今回ルインというね、まあ、破滅という、まあ相手の発電機を復旧させるのを遅らせるのはつけてきておりません。お、発見しましたよ。いやー、ミンちゃん発見しました。さあ、まあこの近くにいるんで補充しときましょう。はい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 、いい、よいしょ。お、直撃した。よし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 。からの、あ、そっか、あ、ここね、さっき僕、あー、封鎖してたんだね。覚えときゃよかった。今窓からね、お、あ、みんちゃんじゃなくてこれはこれは棚からボタン持ちってやつですな。よし、持ち上げよう。お、あ、この羽馬のパーク、ボイルオーバーですね。新キャラケイル・テンソンの新パーク、担がれた時にもがく効果が 25%、50%、75% レベルのに応じて増加します。そして、その近くの、あー、やっぱ逃げられたか。その近くの、あの、吊り下げ台の赤く強調表示、する可視表示が妨害されます。まあ、まあ、それに関しては今は、ね、目視で確認、お？おう？あ、ゆっくり出てきはった。あ、この方ですね、ケイト・デンソン。次は逃さねえぞ。はい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 。レベル3やったら70ということですけどね。まあ分かりますわ。これは、どっちか言うと逃げる効果を高める方が、まあパークとしての能力でしょうね。さあ、次のサバイバー出てきてくれんかな。まあ周りの板を掃除しておきましょう。後々使われたら厄介ですから。おう？発電機復旧しているってことは、さっき蹴ってから誰かがここを復旧させたということか。ああ、なるほど。よし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 。うん、ああ、逃げたね。こっちだね。ああ、窓枠を越えた。あ、見えるよ、見える。はい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 。さあ、またそうだね、この人羽馬持ってるもんね。そうそう、ボイルローバー持ってるからね。まあだから、
そうかそうか。さあノーワンエスケープ、一撃で、サバイバーをダウンさせることができますよ。さあさあどこかな。あーいたね、これ追っかけよう。いやーいい時に見つかった。よし、うんー追いつく。やはり板のノーワンエスケープのパー、トーテムをね今破壊されました。いや板窓枠ぐるぐる、やはり強いですねこのキラーは。あーはーはーはー、なるほど、やはり開けようとしていました。これ追っかけよう、まあ、一撃では倒せないんだ。よいしょ。あ、いいね。はい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 。あ、中に入る。ほら、瓶構えてるときスピード変わりませんからね。うんうん。よしよし。さあ、つてごう。ゲームオーバーだ。はい、ということで、今回新キラークラウンを使って遊んでまいりました。まあ毒瓶の効果であったりとか、固有パーツのまやかしの効果とか、ある程度ね、ご覧いただけたのではないでしょうかね。毒に包まれて気持ちよし、うん、乾杯ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、本当によろしければチャンネル登録、高評価の方をポチッと押していただけましたら私最高でございます。よろしくお願いします。また、まあ、ライブもやっておりますんでね、ライブなどの情報ツイッター概要欄の方載っけてますんで、ちょ鍵垢にします、申請してくださいね。承認いたします、よろしくお願いします。よかったらコメントの方ですね、コメント欄の方にどしどしお寄せください。何でも結構です。次回こんなキラーやってくれとか構いませんしね、このパークとこのパークの組み合わせやってくれとか、はい、まあ、全ては全て叶えれるかどうか分かりませんが、どしどしお待ちしております。はい、じゃあまた見に来てね。バイバイ。